トラファルガーは、青池安子による日本の漫画作品である。秋田書店観光の月刊プリンセスにて、1979年1月号から2月号に掲載された。ナポレオン戦争を舞台に、幼馴染で出来味方同士となった同士の英仏領海軍の軍人を描く。単行本は、1986年6月に刊行また、 同じ秋田書店から出版されたマダンの伊手とノルウェーブルーの夢にも収められている。作者の青池康子はこの作品を手掛けたのは何かの本で読んだネルソン提督はマルソーという狙撃手に撃たれたという一行を読んだのがヒントであるとこの本の後書き海と城で記している。ナポレオン戦争中のイギリス、フランス相手の戦争を間近で、 街の男たちは強制帳簿で借り出されていた。そんな中、戦列艦トライトン号の艦長友人ラドリックはモンゴメリー伯爵家のレディアデレードから士官候補生として彼の艦に乗り組む予定の弟リチャードを紹介される。アデレードは自身の反対を押し切って軍人を志すリチャードを心配して安全な部署にとラドリックに特別待遇を頼むがラドリックは 海軍はパブリックスクールではないとにべもなく跳ねつけた。肉親の心情などどうでもいい冷酷な人間だと非難するが、セントビンセント卿はラドリックが両親とおば夫婦及び奇獣警定の友人をボートに虐殺されたと彼の追い立ちを語って諭すのだった。その後、ラドリックは戦闘で負傷した友人のアーサーからフランス随一の狙撃手である。 マルソーにジェールのことを聞かされる。実は、そのマルソーこそ、ラドリックのおばの結婚相手の連れ子であった。フランス革命直後、ブローニュのマルソーの家近くで一緒に遊んでいた二人は、放棄した革命軍に家族を殺される。その時、革命軍の一人に、父から買ってもらったばかりの短銃で冷静に狙いをつけたマルソーの姿が、ラドリックの脳裏に蘇った。二人は、その後、 マルソーの家の出事の起点でナムを逃れたが、落とした短銃を追ってマルソーは転落して、行方不明になってしまい、ラドリックは命からがら、イギリスに戻った。マルソーは、ナポレオンの命を受け、ネルソンの暗殺者として暗躍していた。一方でフランスとの海戦に備え、早々と海に出たトライトンで、新兵たちは、軍人としての規律を叩き込まれていた。そんなある夜、 ブレスト沖の海上封鎖を破ろうとするフランス艦が一隻、トライトン号に忍び寄ってきた。先手を撃って攻撃を仕掛けるラドリックだったが、相手艦の兵から狙撃されて左肩を撃たれてしまう。ラドリックを狙ったのは他ならぬマルソーであった。その艦は封鎖を破ってカナダへと消えていった。ビクトリーと交戦するルドゥダブル出港から1年が過ぎて、トライトンはイギリスに戻った。 すっかり大人びたリチャードをアデレードが出迎えるが、ラドリックの負傷のことを気遣おうともしない姉に、リチャードは苦言を呈する。しかしながら、ラドリックに、ミスタモンゴメリー。陸で君を待っている人々に余計な心配をさせてはならんぞ。待つことでさえ辛いのにそれ以上の心の重荷を与えるな。戦場は戦う者だけが知っていればいい世界だ。戦争は私たちの仕事だ。 軍人だけの義務だ。とさとされ、戦場のことは口にしなかった。その一方で、ラドリックは、ネルソンから出港要請を受けた後、街角でマルソーと偶然出会う。15年ぶりの再会であったが、ラドリックは、自身の左肩を打ったのがマルソーであることを告げ、マルソーは、自身がナポレオンからネルソン暗殺の命を受けている、ことを明かす。しかし、 ネルソンを殺すのは街中でなく海の上でこそと決めているマルソンはラドリックの負傷した方の肩を銃で思い切り殴り立ち去っていった。マルソンと自分がもはや幼馴染から完全な敵同士となったことを悟ったラドリックはネルソンの要請を受けて彼の艦隊に加わり地中海に赴く。しかし1805年1月にフランスのビルヌーブ提督率いる艦隊が悪天候を ついてて封鎖を破りカディスでスでペイン艦隊と合流して地中海へ向かった一方、ネルソンはジブラルタルに艦を集結させてトランファルガー岬の方へ艦隊を進め海戦の運びとなった。両軍が準備を進める中でマルソーは腰淡々とネルソンを狙う。そしていよいよ戦闘の火蓋が切られた。両軍の砲撃の中、マルソーは ルドゥダブルコーのマストの上からビクトリー号の赤岩赤丸の召喚服を着けた人物に目を止め確実に彼を狙って命中させたそれを目にしたラドリックは銃でマルソーを狙うがマルソーは撃てない短銃をラドリックに向けて撃たれることを望んで撃たれて海へと落下して行った海戦で吹き飛ばされた大砲の下敷きになり右足を失ったリチャードを見舞いに行ったラドリックを アデレードは弟の人生を台無しにした、長本人だと非難して追い返してしまう。アデレードは弟を退役させて、田舎で静かに暮らすことを望んでいた。しかし、義足をつけたリチャードは、ラドリックの元を訪れ、歩けるようになれば、また缶に乗せてほしいと懇願するのだった。ありがとうございます。